んですけども、新緑の美しい季節になりましたよね。新緑は港町で見るのが一番なんだそうです。新緑の港町、じゃあどこの港町がいいかというと、都釜石、エーテリーナ、ポーズで旅しましょう。旅行です。続いてはですね、桜と違って花も実もない人生を送っている座布団運びのご挨拶からどうぞ。たった座布団運び僕山田です。ありがとうございます。僕が書いた本、山田君と座布団がこの度日本作家クラブより賞をいただきました。どんな賞かって、よく頑張ったでしょう。ヤブトンと幸せを運ぶヤブトンだったことです。遠藤さんに一言言っときます。ヤブトンを取ったり三山に座らせるのアンバスです。海外にはヤブトンを差し上げてラインを取ります。この図なんですが、大体上昇という、まあ、春の気温のグラフのように